高田光雄は日本の医師医学博士、元日本総合医学会会長、元高大院院長、断食療法の推進者で難病治療に目覚ましい効果を上げた内科医である。高田光雄は幼少期よりスポーツ万能で、旧正中学では相撲の選手で首相を務めるほどであったが、中学3年の時、慢性の胃腸病にかかり2年間休学する。 中学5年生時には、重症の横断で3ヶ月寝込み、急性肝炎を発症する。その後、高田は介入しないうちに、陸軍士官学校へ入学して、後にその肝炎は、慢性肝炎へと移行してしまう。戦後、高田は、大阪大学医学部に入学するが、胆の胆動炎、十二指腸炎、大腸炎、など厄介な病気に次々とかか,かってしまう。それで、 大阪大学病院へ入院し、治療を受けるが病状はあまり改善せず、一進一退を続ける。最後には、頼りにしていた大阪大学病院の主治医の教授から、いつまでもここにいるよりは、家に帰って、のんびり養生した方がいいよと見放され、高田は、日本の現代医療に大きく失望する。やがて、高田は、現代医学以外の民間療法や東洋医学へ目を向けるようになる。 学友から、月田滝地の家庭における実力は的看護の秘訣を見せてもらい、肝臓病は断食で治るという一文を見つける。そこから、高田は断食に興味を持ち始め、周囲の反対の声を振り切って、奈良県伊駒山の断食道場へ行き、11日間の断食を体験する。この断食寮で、最小作りの著書、西医学断食法に出会い、 その本を読んで自分の病気の疑問が解消したと感じる。その後も断続的に断食を体験し、繰り返すうちに慢性的になっていた病気は徐々に解放へ向かい、5年も経った頃には全ての病気が自分の体から消えて健康な体になる。コ田は正式は単なる健康法ではなく、経済と科学優先の医学界を軌道修正させる。 革命医学であると言い切っている。1959年、高田は大阪府屋尾市に高田院を設立する。そこで高田光雄は西洋医学を治めた医師であるにもかかわらず、薬も出さない、注射も打たない医師となり、正式健康法を基本に最初の消食療法である、正式高田療法を患者たちに次々に実践した。指導経験の中で高田は 本来生物は生命の維持に必要最低限の量の食料しか食べなくても良いように体ができていると実感する。また、現代人の病気の原因は、そのほとんどが食べ過ぎであると考えるようになる。その食べ過ぎが腸の中で宿便となって溜まっていき、あらゆる病気を体に引き起こす。その腸の中に長年溜まった宿便さえ体外に、 排出すればどんな難病も治癒すると主張する。高田は一定期間、水だけしか飲まない本断食を1950年から1955年までの5年間に十数回、1969年には23日間の断食を行った。本断食をすると、体中に痛みや熱が出るなどの激しい好天反応が出て、現代医学では治せない難病が劇的に、 好転するが、そのコツを得得するために、高田は多くの本断食を繰り返した。そして、この厳しい断食を誰でも安全に、楽して行えるものに、高田が長年考えついたのが、毎朝朝食を抜くだけで良い、半日断食であった。高田療法は、正式健康法を改良して考案された民間療法である。野菜をすりつぶした青泥を使う。 正式健康法とは異なり、青泥を越した青汁を使用する。1日2食、カロリーを1600キロカロリー以下に抑えた食事を、何ヶ月にもわたり続ける。食事は主に玄米、豆腐、青汁で、使用される薬は、肝熱剤である水酸化マグネシウムのみ。1日2リットル以上の水、もしくは柿茶の摂取を推奨する。また、それと同時に、温冷浴 盲観運動、金魚運動も毎日実践する。そうした食生活を毎日続けていくと当然体重が減ってくるが、あるところで体重の減少が止まり、やがて大量の宿便が排泄され、そして体重が増え始める。この体重の変化をコーダはコーダカーブと主張する。大量の宿便が排泄されると、体質が改善して体の中の胃腸の吸収が良くなり、 やがて患者の体重は同じ食事の量であるにもかかわらず徐々に増加していき適正体重になると体重の増加は止まると高大師は主張するそれらの過程で患者の抱えるあらゆる病気は改善し再び元の健康体になると高大師は主張する本格的な断食ではなくとも午前中のみの断食でも効果があるとする現代栄養学では 朝食を抜くと脳の機能が落ちるとされる。脳の重さは体全体の2%に過ぎないが、エネルギー消費は全体の20%である。このエネルギーを全てブドウ糖で要求するとするのが現代医学である。脳はブドウ糖しか使わないため、夜に食事をしても睡眠中に失われ、そのため朝食を抜くと午前中はブドウ糖不足で、 血糖値が下がるとするのが現代栄養学である。しかし、コーダは、脳は断食により、ブドウ糖のみならず、脂肪も使うようになるとするイギリスの応援の文献を引用し、脳は、ブドウ糖を30%しか使わなくなると主張する。よって、むしろ朝食を抜いた方が、頭は、よほどスッキリするという。コーダはそれを何万人もの患者での結果で、確認している。 高田自身は毎朝4時半に起床し、初めて食事をするのは夜8時であった。正式の基本の一つである、入れることよりも出すことを重視。老廃物を完全に出し切らないと健康にはなれず、仏教の伏せにたとえ説明している。老廃物は飢えた地にしか出ず、そのために断食が必要だと説く。1965年頃、農薬の BHC が、 社会問題になった際に、有機塩素剤である BHC が一旦体内に取り込まれると死亡に沈着し出てこないと言われたが、甲田は断食で出るのではとの仮説を立て、神戸大学の北村教授との共同研究で BHC が大量に尿中に排出されたことを確認した。その後、この研究結果に驚いた北村は研究結果をまとめて学会に発表した。この結果より、 高田は老廃物は上により、血液が腎臓にも行き渡ることで老廃物を排泄するのだと確信した。ありがとうございます。